西村葵、スケートボーダーです。私を支える原動力はやっぱり達成感だと思います。自分がやりたかったり憧れていた技をメイクできた時の嬉しさが原動力につながっていると思います。1回目の前十字靭帯を断裂して手術した後、リハビリやトレーニングを続けて、膝が痛むこともあり膝への負担があったので、滑り始めの時は自信をなくしました。コンテストで結果を気にしすぎて頭が真っ白になってしまったことがよくありました。周りの人に自分の滑りたいように滑って楽しんでみたらって声をかけてもらい、確かに楽しまないと意味ないなっていうことに気づいてからは、コンテストに出た時は楽しむことを心がけています。年を重ねることによって経験、思考、余裕なども女性としての美しさにつながっていると思います。時間というのは不思議なもので、普段は短く感じるのに大会の時は長く感じることもあって、人それぞれの状況によって感じることが違うものだと思います。G-SHOCK はストリートのファッションとタフネスを融合した欠かせない存在です。